1212、絶対止まれ。12、ママは元男の子で、元高知高校野球部で、元142キロピッチャーの青木かのんです。今日はですね、いつも通りバッティングパレス秦野店さんにご協力いただいて、こんなめちゃくちゃ本格的なピッチングができる、ほぼプロの施設と同じと言っても過言ではないブルペンをお借りしてですね、今日は120キロチャレンジをやるんですけども、この企画は今日で最終回でございます。前回私が出した記録が115キロだったんですよ。ここでみんな思うことが、いやいや、もともと男性でしかも142キロ投げたピッチャーだったら130キロぐらい投げるんじゃないなーって思うかもしれませんが、私はですね、ココチンを取って男性ホルモン体から消えてる状態なので、普通の男性と同じように投げるわけないんですよ。なので私のことをこれから女として見てください。ということで、今日は最終回企画、スペシャルゲストをお招きしております。いつも私のキャッチャーをしてくださっている肉団子さんが急病してしまって現在負傷中ですので、今日は最終回にふさわしいゲスト、あの今年の選抜甲子園優勝校、東海大相模高校の元キャッチャー浜竹さんをお呼びしております。どうぞよろしくお願いします。いやー、ちょっとテンション上がっちゃう、このユニフォーム全く見ず知らずの自分が、すいません、ありがとうございます。いや、ありがとうございます。自己紹介していただいてもいいですか。はい、現在東京都町田市の方でポンコツというバンドをやっております浜竹と申します。以前東海大相模の方でキャッチャーをやってきました。こんな見た目ですけど、いや、ちょっと触ってもいいですか。はい、どうぞ。このユニフォーム、全国の野球ファン以外の高校野球興味ない人ですら知ってるような学校名ですかね。あの原監督の母校ですよね。そうですね。うわー、これはちなみにどの代の東海大相模のキャッチャーですか。2015年の夏に甲子園優勝した代の、はい、甲子園優勝されてるんですか。あ、そうですね、代的にはその時って私知ってますよ、あの小笠原選手じゃないですか。あの今中日ドラゴンズでピッチャーいったあのサウスポーの。そうです、そうです。じゃあ撮ってたんですか。そうですね。ちょっと肉団子さん、聞いてないんですけど、私小笠原投手とバッテリーだったってことはしょっちゅうボール取ってたってことですよね、プロの球。そうですね、まあバッテリーというか、まあ球を受けてました。早いですか。早いですよ。プロになる人の球ってやっぱ違います。全然違いますね。ということで今日ですね、最終回にふさわしく、今回ポンコツの浜竹さんに私の120キロチャレンジの最終回のボールを受けていただくという企画でございます。負けません。いや、今日はもう負けないです。音で見せます。私は120キロ出します。お願いします。お願いします。よろしくお願いします。あの、ちょっと最初に私お伝えしたいのがあって、はい、あの、私をあの男として見ないでください。はい、ちょっとキャッチボールからです。はい、最後だけ一点集中。
てもらっていいですか。その手法うまい、さすが接客業。いや本当に本当に本当に。おい。なんか浜竹さんがスピードガン絶対 おかしい、これは102キロの球じゃないって褒めてくださったんで、別のスピードガンで測ります。ちゃんとこれでもっとスピード出るんじゃないですか。よし、すごい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 、これが現実だ。ここでなんでこんなはずじゃなかったに言ったら、私はもう成長できなくなったので、現実を受け止めて前に進むしかないですね。見ればいいんですか。これ120キロで回転数でも少ないですね。約1500。120キロ出てたんですか私。え、これもう私だからお前元男なんだって言われるじゃないですか。ちょっともっと球遅い。いいな。回転数1603回転です。ありがとうございます。125キロ出た。
青木かのん120キロプロジェクト。開始当初の半年前は102キロからのスタートとなり、正直不安でしたが、皆さんからの応援でなんとか無事に目標が達成できました。本当にありがとうございました。男性時代の感覚でボールを投げると体中に激痛が走り、ここ数ヶ月は絶望的な気持ちがありましたが、ここまで続けられたのも皆さんからの応援があったからです。本当にありがとうございました。ということで、今回はポンコッツの浜竹さん、元東海大相模のキャッチャーに120キロスピードチャレンジ企画協力していただいたんですけども、なんとありがたいことに120キロの目標から大幅に125キロ記録させていただきました。ありがとうございます。本当におめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。どうでした、なんか実際撮ってみて。正直言って動画で見てたんですけど、はい、動画でも見させていただいたんですけど、はい、その球のスピードより全然速くてですね、はい、本当ですか。自分もびっくりしました、最初受けた時は。マジですか。あー、なるほど。いや、嬉しいご回答ありがとうございます。ありがとうございます。ちなみにその小笠原選手と青木さんのどっちが速いですか。多分まだ小笠原選手が速いですね。あ、ですよね。まだ、はい、まだですよね、はい、私超えられそうですかね。いや、このまま続けていけばやっぱ継続は力ないな。いやちょっと真顔で言うのすいません、やめてください。超えていけると思います、本当に。本当ですか、はい、ありがとうございます。協力できたらな。また例えばもしチャレンジを、ね、あのするってなったら お願いしてもいいですか。めちゃめちゃ使ってください、自分のことを。ぜひあのポンコッツのバンドをされている浜竹さん、町田を拠点に活動されているんですか。そうですね、町田です。終わった。おー、あ、これポンコッツバンドの T シャツです。なるほど。最初私あのポコチンに見えました。すいません。いや、惜しいですね、確かに。まあそうですね。あ、それで楽器は何やられてるんですか。楽器はギターでボーカルをしております。おお、めちゃかっこいいじゃないですか。ありがとうございます。なるほど。ぜひあのポンコッツ浜竹さんの SNS リンクも画面の下にありますので、ぜひ見てください。これからちょこちょこ登場するかもしれないので、ぜひお願いします。お願いします。ということで、今回の動画が少しでも楽しいと思ってくださった方はグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter、Instagram、LINE 公式アカウント、 TikTok と、あと浜竹さんの SNS も画面の下ありますので、そちらもフォローお願いします。また次の動画でお会いしましょう。